おー、初めての釣り大会が開催されております。やべえ、6時までなの。うわ、やべえ、3時間しかない。やべえ、知らなかった。そういえばなんか言ってたな。よし、じゃあまずちょっといろいろ整理してから始めましょうかね。ちょっとこの辺、卵もちょっと今日はイースターイベント関係ないから、釣りイベントって何すんの？いっぱい釣ればいいとかそんな感じなのかな？値段なのかな？ちょっとわかんないけど、道具欄を開けておいた方がいいに越したことはないだろう。この辺も全部いらないか。鉄鉱石もいらんだろう。学校の机はさっき取ったやつか。長靴は多分セット揃うだろう。今日で揃うだろう。あ、釣り竿ってあれかな、作っといた方がいいか。3つぐらい用意する。釣り竿を作るためには鉄鉱石と木の枝。そこら辺もね、多分ね必要になるんじゃないのかな。あ、釣り餌も必要になるか。入れとこう。で、鉄鉱石と。そんなもんかな。そうか、釣り餌って必要になるかもしれないね。そっかそっか。次釣り大会っていつだろう。まだ始まってないのに。まだ始まってもいないですよ、本当に。じゃあちょっといろいろ準備してから釣り大会やりたいと思います。じゃあ一旦カット。あ、こういうの掘ったらいけない、掘ったらいけない。はい、実は今回の釣り大会の前にこんな動画を撮ってありました。これはスイッチの方で撮れる30秒動画をつなぎ合わせたものなんですが、平日にですね、普通にこうやってジャスティンが来たんですよね。今回の釣り大会のホストでございます。なんかね、腕前チェックなんてのがあって、まずね、この人のこれをやらなくてもどうやら釣り大会には参加できたみたいなんで、まあ事前にね、こういうジャスティンが出てきてくれたのは良かったですね。テストはどうやら5匹連続で釣ってくれたら合格と。で、これを合格すると魚を高値で買い取ってくれるっていうイベントになるそうです。お題はフリーダム。5匹連続で魚を釣りまくってちょうだい。というね、こういうイベントがあったので、まあ参加しております。まあね、釣り大会をやってる時には気づかなかったんですけど、こうやって改めて、後からね、声を吹き替えて入れると、あれなんですね。ビーバーだからジャスティンなんですね。釣り大会やってる時は全く気づかなかったな、といえば。ね、ジャスティンなビーバーだったんですね。まあ、ジャスティンビーバーで検索してみてください。普通に言っちゃったけども。ね、まあ、ね、本物がウェイウェイ言ってる人なのかどうかを知らないというね、そこら辺の元ネタが分かってないですけれども。ほら、ウェイウェイ言ってるけど。はい、というわけで、成功しました。めっちゃスマホ取ってくる。ということで、ね、今回ちょっとほら川で釣ってるからブラックバスだらけなんですけど、今後はね、これ、ジャスティンが定期的に来るそうなんで、来る時のためにね、高いお魚は取っといた方がいいかななんてちょっと思ってます。 1.5 倍で買い取ってくれるそうなので、まあ、タイ以上かな。3000ベルで買ってくれるもの以外はちょっと売らずに、どっかイケスでもね、作って取っとこうかなと思います。毎回ここなのかな。もしや、始めたいと思います。ウェイウェイ。誰お前。久しぶりじゃん。いけてる？魚コレクターのジャスティンだぜ。というわけで、釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。この間出てきたやつか。
か釣り大会ただいま開催中だよ。6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。時間なのかな。あ、制限時間あるんだ。釣り大会のルールは簡単。3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。あ、釣り餌持ってきてよかったかも。あ、関係ないんだ、数なんだ。魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるからガンガンチャレンジしてくれよな。あんまり欲しくないか。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気に、あ、なんだ関係なかった。いつでも参加できるってことさ。参加しちゃう。初めて。大会ルールはポイント交換してちょっと見てみようかな。あ、ポイントがないとダメなのか。参加する。ウェーイ。3匹以上釣れたらボーナスもつくから頑張って。よっしゃ行くぞ。ここが一番近い。釣り大会スタート。と、うわ、でも釣りに行く。釣りにくいとこに巻いてしまった。くそ。釣りにくいとこに巻いてしまった。そして見えない。あー、くそ。でもここ釣りにくい。あ、釣りにくい、ここ全部。あ、お前らみんな釣ってる。ちょっと教えてよ。こういうことか。これでどう？いやー、マジかー。さあ、どうだ。いきなりー。ポイカは消えた。よいしょ。必ず1回で釣れるわけではないのか。土壌サイズ感は関係ないのかな。おお、いい感じだね。投げな。いや、そんな5回も触んないでくれよ。さ、どれぐらいが普通なのか。ちょっとマグはその釣るポイントを探すのにちょっと時間かかっちゃったからね。あ、これもちょっと時間かかっちゃいそうだな。気づいてくんねえかな。思ったよりこの魚が感づいてくれなかったな。よいしょー。あ、やべえ、もう1分切ってる。意外とこれ10匹釣ると思ったんだけど難しいな。と、さあどうだ。早く。いや、これで終わりか。ちょっとこれで無理だな。あと20秒で釣るのはちょっと無理だな。あ、走ったから逃げられちゃった。探す方が時間かかるか、やっぱり。どっちの方が良かったんだろうね。あ、走ったからほら。ダメ。5匹。いやいや、ちょっと満足な成績を残すことはできませんでした。どうでした？ウェイウェイ。8いるけど。君がチャレンジ釣った魚は入ってるよと、まあ、それさっき聞いたな。あ、いらないなら俺が全部買い取るから教えてね。マジで。ちょっと高値なんだよね。全部で5匹。7ポイント獲得。ウェイ、上がるわ。めっちゃ写真撮られてる。でも少な。
全部買い取って。そうか、買い取ってくれること考えると海の方がいいな。全部売る、安いもんね。だって川じゃね。また大会にチャレンジしてくれよな。次はいつやるの。ああ、何回でも参加できるのこれ。ちょっと待ってね。あ、でもお金かかってんだ。500ベルもお金取られんだ。ちょい待ち。竹のステッキ。わほー。なんだそりゃ。あ、星のかけらを使うレシピってね、マグは持ってなかったから助かったかも。なるほど。じゃあ何回でもできんのか。あーはーはーはー。なるほど、なるほど。よし、じゃあ6時まで、魚でお金稼ぎするっていう、そういう時間帯でよろしい？エンジョイ釣り大会。あ、そうか。じゃあ、それならもうちょっと早く知っておけばよかったね。これお金稼ぎできるイベントだったんだ。今日は何にもしないでずっと一日中釣りやっててよかったんだね。なるほど、そういうことか。いや別にあれだ、巻き餌で急ぐ必要もないか。なんか大会っていうからこう順位を競うのかと思ったんだけど、そういうのではないね。なんか他のユーザーさんと誰が一番多く釣れたのかとかをこう争うものかと思っちゃってたんだけど、そういうのではなさそうですね。ならまあ気楽にやってお金稼ぎのイベントとして扱って良さそうですね。よし、じゃあどうしようかな。虫ばっかり取ってるけど今。よし、じゃあちょっと一旦お金を預けよう。あ、でもあれか、お金預けても500は必要なのか。あと何回やるかな、わかんないけど。よし、じゃあちょっとお金預けて、まあ10回も参加したら飽きんだろ俺のことだから。だから街がこう全然発展しないんだよ。よし、じゃあ最終的にちょっと今から釣りいっぱいやって、で蒔絵さんも全部使い切っちゃっていいかもね、今回のでね。で、じゃあちょっとお金も全額入れちゃうとあれか。5000は残そうか。あ、でもあれか、あの売り買いでお金貯まるのか。じゃあ500だけ残せばいいのか。そうだね、これで多分魚売ればうまくいくでしょう。じゃあ今600からスタートして、6時までに3時間あるね。その間魚釣りまくっておきますので、最終的にはいくらお金が集まるのかやってみたいと思います。まあね、多分最終的にはあの釣り餌もなくなるだろうしね。あと釣り竿だって多分またすぐ壊れてなくなるだろうから、その分も含めるとこれ意外とね、あの集まらないかな、お金はね。ただやっぱりこのタイミングで高いお魚を目指したいよね。やっぱり海の方に行きたいなと思います。言いながら虫取ってるけど、いや土日ぐらいしかさ、この時間帯の虫取れねえんだよな。虫も結構ねお値段するんだよ。じゃあちょっとここからだと、ここから参加するとこの海が一番近い。それも結構遠いな。ここが一番近い。桟橋の方が高いんだよね。そっか、じゃあこの海をずっと走り回って捕まえる感じで行って、こううわーっと釣るだけ釣って、ちょっとここに橋がないのが痛いね。でこっちに移動して、またここで釣って、って感じが。でここら辺で釣り餌をまく。そういえば俺んところってあれか、桟橋があるのが逆なんだ。遠いんだな結構。
うん、そうだね、ちょっと桟橋あるところとみんな釣りやってる今日。こっからだと桟橋まで、あー結構逆なんだよな、そこまで行くの遠いよな。ここでスタートって言われて走ってって釣りをやってる人の邪魔をして桟橋まで走ってって、うわ結構距離ある、でここでやる、こんな感じで、あそこで釣り餌をまくと、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ結果までカット。もう一匹一発で食いついてくれれば、あるいは。ああ、これ無理だ。いやーちょっと滝壺に近すぎたね。はい終了。おっとごめんよ、これで終了ということになりましたと。全部買い取ってタイがいたから結構いい値段になるんじゃないかな。なかなか1万ベルは超えないね。7月だって次終わっちゃったね。楽しんでもらえた？楽しかった、面白かったよ、大成功大会ポイントが溜まってるみたいだよ。交換する。100ポイント超えたからね、なんか記念品ももらえるみたい。魚拓をプレゼント。もうなんだこれ、おおプレゼントまで、お魚のステッキ。終わっちゃうと寂しいやね、そりゃそうだね。さあ今回ね手に入れた、あこれ消えちゃうパターンっぽいな、大丈夫だった。お魚のね、グッズがいっぱい手に入ってるんでね、割烹着、これから魚さばく気か。え買い取ってくんないの、あ買い取ってくんないの、もうマジで買い取ってよ。というわけでじゃあこれが最後のお金になるのかな。全部で最初600からスタートしていたんで、まあでも3時間ね丸々こればっかりやってたわけじゃないんで、ちょっとね逆つくもやりながらねやってたんで、そんなにねがっつりやってたわけではないんですが、預金残高じゃない、あまあ右上を見ればいいのか、13万3324ベルということで、まあがっつりやって13万2000いくらぐらいは儲かりましたと。まあお魚のねちょっと高値で買い取ってくれるってのもあってね、まあ、これだけちゃんとやればそれぐらいお金になるんですね。いやいやいや、よくお金稼ぎには持ってこいなんじゃないでしょうか。まあ3時間もあればね、離島とか行った方がもっと高いかもしれないけど、うん、まあでもね、いろんなアイテムも手に入ってるんで、それはそれでね楽しいイベントでございましたと。じゃあ、今回手に入れた
グッズをいただきに参りましょう。そもそも今着てるのがね、まずそのグッズなんで、ちょっと魚釣り用の格好をしてちゃんと今イベントに参加しておりました。じゃあちょっと新しい部屋でアイテムを見ますか。まあそもそもこのお洋服がまずそうです。じゃあまず何から見ていくか。お魚のステッキ手に持つ。あ、かわいいかわいい。お魚のステッキを今持っております。んで、お魚の傘、あら、かわいい。ちゃんとお魚の絵が描いてある。他には魚卓、壁に飾るのか。じゃあ飾ろう。おお、なかなかいいの釣ったじゃない。え、これって毎回変わるのか、それとも全部同じ。毎回同じっすね。次はロッキングチェアって書いてあるけど、これは今のだよね。これ関係ないよね。あ、関係ないですね。ちょっとややこしいからしまおう。ギンガムチェックのシャツ、ちょっと割烹着、今手に入ったやつ。干物もそうだね。でも干物ってここに飾れる？普通外に天日干しにするもんだけど。あ、大丈夫みたい。見えなーい。あー、いいね。本当だ、開かれている。アジが開かれておる。モニタールームの壁、これなんだっけ。わ、これはあれか、あの、ローランの、で買ったやつだな、多分な。宮殿の床、これもそうでしょう。あ、お魚の壁紙。これいいんじゃないですか。あら、かわいい。怒りのオブジェ。おお。ちょっと奥に押し合ってね。あ、変なの持ってるから。ロッドスタンド、これは関係ないかな。ああ、ロッドってそういうことか。ああ、釣り道具をこうやって見せびらかすためのものですね。お魚のラグ、あら、かわいい。わお。こんな感じか。外でもないのに天日干ししてんのも変な話だけど、まあこれはこれで。これもこの辺に飾ろう。あ、かわいい。で、これはシンプルクロスか。で、あ、そうそう、こういうのもあるね。壁に飾る。フィッシングバッグ。こういうのもね、手に入ったんですよ。ほら。釣り用のやつですよね、これも。で、今ちょっと着ちゃってるから、これも。これか、お魚ポシェット。こういうのもあるんで、ちょっとお魚ポシェットもちょっと飾ろう。壁に飾る。
あんな感じ。お魚 T シャツも壁に飾る。こんな感じ。寒っ。急に服着ない子になっちゃった。とまあこれで全部かな。これが今回の、お魚、あ、魚釣りイベントで手に入ったものたちです。床は手に入んなかったんだ。うっかりしまっちゃったりとかしてないかな。ラグ、床板、うん、なさそうだね。じゃあちょっと一旦カット。どうもこれからもしかしたら調理でもするのかって感じの格好になっておりますが、今調べてみたんですけど、この釣り大会のイベントであともう10ポイントあれば、コンプリートだったみたいですね。やっぱりもうちょっと早く気づくべきでしたね。あと10ポイントで、なんだっけ、お魚のドアプレートってのがもらえたみたいです。それがあればコンプでした。だからあと10ポイントでしたね。残念。で、あとなんだっけ、100ポイントを貯まるとなんかもらえるっていうのが書いてあったんで、それは明日になるのかな、後で送っとくねって言われたんで、多分後で送ってくれるんでしょう。でももう送られてんのかな。あ、まだ送られてないですね。で、あとはね、そのドアプレートさえあればパーフェクトだったんですけど、残念でした。で、さらに今回初めてゲットしたのもあるので見せびらかそう。ででーん、すげえリアル。というわけで、今回、マグロゲットさせていただきましたね。え、まったく、はい、どうもマグマグマグロンと申します。まったくね、え、マグロンだけにマグロを見せびらかして今日は終わりたいと思います。いつもはね、あのブリッジ的に動画と動画の合間に、フータのねイベントをお伝えしてたんですけど、今回はじゃあこれをエンディングに終わりたいと思います。ではフータ寄贈するよ。マグロ、はい、どうぞ。マグロですね。聞かせて、本当に泳いでないと死んじまうのかいね。ジャンプで読んだことがあるけれど、何だったっけあれ、ろくでなしブルースだっけ。マグロは最大で3メートルにもなる大型の海の魚です。かなりマッチョな体を持っていまして、寝ている間も泳げちゃうらしいですよ。あ、やっぱりそうなの。もう泳ぎ続けていないと息ができなくて死んでしまうからという理由もあるのですが、眠りの質について日夜研究している私といたしましては全く理解のできない世界であります。とまあこんな感じでございますですと。やっぱりそうなんですね。はい、というわけで今回は釣り大会をお送りしました。まああのなんかポイントってのはまた次にも渡されるらしいんで、なんで俺化石を見に来ちゃったね。どうも釣りポイントに関してはね、また次回も継続みたいですので、もしかするとあのアイテムをね、もらえる、交換できるアイテムももしかしたら、
次回また引き続きになるんじゃないのかなと。こっちかな。マグロでっきいからちゃんとした水槽の中にいるんじゃねえかな。深海魚じゃないからここら辺にいないかな。カッポギ来て何やってんだか。あ、いたいた、あそこにいますね。ほらずっと泳いでなきゃいけないから泳いでますね。なるほど。じゃあ今日はこんな幻想的な中でマグロを見ながらお別れしたいと思います。さあこの動画、おー、どういうアングル？ちゃんとこうやって剥くのが可愛いよね。こっち剥いちゃった。あ、俺が動かしたのか今。ではでは今回はこの辺で。難しい。はい、というわけでこの動画が良かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけますとまたマグロが釣れるかもしれません。ではでは今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。じゃあねー。そう、なんかいまいちだったな。